どうも、小林です。今回あけぼの会の実装のほか、かなり大規模なアップデがありました。簡単にですが、そのアップデ内容をまとめていきます。桃の節句任務やひしもちに関してと限定ドロップについては別の動画でまとめていますので、そちらをご覧ください。まずはあけぼの会の性能から見ていきたいと思います。階層レベルは82です。階層設計図や戦闘商法は不要です。ただ高速建造材15個と開発資材30個消費はありますね。階層とか言って私の、まあいいか、向こう向いててよ、クソ提督。階からの変更点ですが、基本的に全てのステータス上昇してますね。運も含めて上昇してます。運の最大値も59から88に最大上限も上がっているそうですね。牛を買いにと比較すると、あけぼのは火力寄りで、火力雷槍対空が牛をより高いです。ちょっと牛を紹介しているのって結狩り後のステータスなので、耐久はちょっと分かりにくいんですが、結狩り前は耐久33で、耐久走行回避は牛の方が高いです。飼い肉疾患の中で比べると、特に秀でてる部分はなく、平均的な飼い肉地区になりますね。牛を飼いとほぼ同じような運用でいいかなと思います。装備関連で新たに装備できるものはないんですが、あけぼの牛を飼いの新たな装備ボーナスが追加です。 12.7 センチ連装広角砲飼いの装備で、火力プラス3、耐空プラス3、回避プラス2、水上電灯のシナジーボーナスがあり、火力プラス2、回避プラス1されます。あと機銃ともシナジーボーナスがあって、これが火力プラス1、対空プラス2、回避プラス1ですね。敵の航空戦厳しい海域なら、増設に機銃で対空上げつつ火力も上がるので、なかなかいい感じはしますね。その他は以前と変わらず、特型駆逐艦にあった装備ボーナスがあります。性能に関しては以上ですかね。あけぼの会の総評と階層優先度についてなんですけれども、階層に設計図や戦闘処方を使わないので階層はしやすいですが、階層レベルが高めなので性能だけで見るなら優先度はちょっと低めかなと思います。ただし、あけぼの会任務で爆走一式戦はやぶさ3型海65戦隊が入手できるので、6のように苦戦しているなら、牛を飼いにと合わせて優先して改装して任務完了させるのはいいかもしれません。自分が思ったのはこんな感じですかね。次に装備関連のアップデートを見ていきます。ここ結構多かったですね。まず1つ目、先日ランカー報酬で先行実装された1つが装備更新で入手可能になりました。2番艦を新州丸にして大発動艇を更新させると更新できるそうです。今のところ更新後は回収できないので、回収できる陸戦隊の方が陸上型に対してはダメージ出るのではないかと思うんですが、武装ダイハツは PT にも効果があるので、陸上型と PT が同時に出てきた場合は効果的かもしれません。次ですが、ようやく14センチ連装砲海への更新回収が実装されました。回収用の素材は星6までは14センチ単装砲2個、星6以降が14センチ連装砲1個なので、比較的回収はしやすいです。回収マックスになると追加ボーナスもあるので、戦火周回するなら回収マックス用意するとはかどるかなと思いました。偵察機でシーウンとビスマルクやプリンツオイゲンが持ってくる偵察機の AR196 カイリンですかね、に回収が追加されました。シウンは索敵値が装備の中で最高数値なので、回収しておけば索敵が厳しい海域で活躍しそうですね。星6までは零式水上偵察機2個で、回収もそこまで難しくないですね。ただ星6以降は彩雲1個使っていくみたいです。 AR196 回は星6までが零式水上偵察機1個で、星6以降が随雲1個消費します。また各偵察機を特定の艦に装備で、そういうボーナスも追加です。シーンは大淀、 AR196 回はビスマルク、プリンツオイゲンにボーナスが追加されました。どちらも回収マックスにすると火力3上がるので、他の偵察機より火力高くなるのでちょっと大変ですが、作る価値はありそうですね。次が前回のイベントの E3 オツイ城や、今回の新遠征で入手可能な陸港の回収更新の実装ですね。行動半径4で性能もいまいちだった機体
ドルニエでしたっけなんですが、回収更新後の装備は駆逐に 1.08 倍の特攻がかかり、対空射撃回避補正もあるそうです。ただし回収更新時に一式立候3個消費や開発資材確実化で110個消費するので、かなり重い回収になってますね。星6までは97式観光1個で、星6以降は96式立候1個消費するみたいです。次が、過去にランカー報酬でしか入手できなかった夜間航空機が97式観光熟練から回収更新できるようになりました。星6までは97式観光1個、星6以降97式観光2個消費ですが、更新時に以前からあった夜間航空機の97式観光海姿勢3号母型、熟練じゃない方って言えばいいのかな、が必要になるので、更新が結構きついっちゃきついです。これもしかも熟練ってついてるんですが、今のところこれ撃墜回避補正はないので、多少性能が高い装備というイメージしかないんですよね。なんで図鑑を埋めたい用の装備かと今のところは思ってます。そして次が、今まで使うことなかった FM2 っていいんですかねが回収更新で、陸上型にも攻撃できる艦爆の一つのコルセアに更新可能ですね。星6までは零式艦船2型1個で、星6以降が零式艦船52型1個消費します。この装備自体回収しても爆戦とかとは違って艦爆と同じなので、対空は上昇しないそうです。更新先の装備も任務で1個入手可能だったり、イントレピット回の初期装備なので、まあ、今これ回収して入手したい装備ではないかなと思います。あと最後ですが、まあ、これ回収ではないんですが、カトリと鹿島に日本製のソナー93式とか4式とか3式のソナーと日本製の爆雷と、あと 25mm 系統の機銃で装備ボーナスが追加されました。まあ、連順使うことはあまりないんですが、一応覚えておくといいかなと思います。装備関連は以上ですね。最後に戦闘システムの関係で、各最大火力キャップの上限の解放についてです。何のことかよくわからない方もいると思いますが、簡単にシステムについて説明したいと思います。例としては、以前は昼の砲撃戦の火力キャップ上限が180でした。まあ、この火力が180を超えた数値っていうのが、ルートキャップ前攻撃力引くキャップ値で計算されてしまいます。具体的な数字で出すとしたら、まあ、火力が205あったとしたら、計算式は205足すルート205引く180で、最終の火力が185になります。火力を上げていくことが無駄ではないんですが、180より先の火力の伸びが低くなっていました。それが今回のアップデートで上限が変更になってます。有志の方が調べてくれた上限一覧なんですが、今の昼砲撃戦のキャップが180から220に変わってますね。まあ、こうなってくると、さっき言った火力205の場合だと、まあ、そのまま205で計算されるようになります。まあ、今すぐどうこうなる内容ではないんですが、今までイベントで敵の装甲がインフレしてダメージが出せなくなってきたのが、まあ、この上限解放により特攻補正と合わせて効果的なダメージが出せるようになるのではないかなと思います。もしかしたら前回のイベントの優遇では、そのテストでもしてて優遇の火力が異常に強かったかもしれませんね。またこのキャップに関しては、もう少しまた別の動画で落ち着いたら作りたいなと思ってます。まあ、今回は本当に簡単にこれだけの説明になります。今回のこのキャップの解放で、今後のイベントがまたちょっと変わってくるかなと思って、個人的には結構楽しみに、まあ、期待して待っていたいと思います。ということで、今回は3月1日のアップデート内容のまとめでした。この動画は以上になります。もしこの動画が少しでも参考になりましたら励みになりますので、高評価、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。よろしく。